この車には標準タイプとカスタムっていうのがあって、はい、これカスタムなんですよ。で高い方、高い方ですね、上級タイプですね。で何がすごいかって、顔つきはもうエアロがついてるのと、このギラギラしたメッキのグリルがついてる、はいはい、それからまあヘッドライトもね、凝った形状になってる。そのあたりがカスタム。室内を広げるためにとにかく箱、うん、もうカクカク箱箱、もう A ピラーこそ斜めになってますけど、もうこっから後ろ箱ですから。これねミラーがついてるんですよ。ここミラーがついてて、ほうきでですね、ちょっと細かい数字忘れちゃったんですけど、この辺にあるものが見えなきゃいけないんですよ、ね、カメラと、まあ、ミラーと両方ついてますね、はいはい、これはね、うん、で最近背の高い車とかはこういう補助ミラー、ほら昔 SUV ってここにこうミラーがあったじゃないですか、 あれの代わりだと思ってください。ここにもテールランプ、ここにもライト、めっちゃ主張してる。これが一番後ろの状態ですね。はっきり言って狭いっす、荷室は。じゃあスーツケース乗るかどうか見てみましょうかね。はい、藤木の家出用、家出用スーツケース、これ立つのね、乗るかな、立ていけちゃうね、立ていけそうだな、まあ横、横もいけるけど、横もいける、横だったらこれ間違いなく閉まりますよね、うん、ギリギリバーン閉まり、立も閉まる、閉まると思いますよこれ。おプラス倒せば、そう、倒さなくてもいいんですよ、前に出す、前に出す、前に出す、そう、前に出せば横になる、横になるかな、よし、あ、なり、あ、ほらスライド量が240ミリ、これだけ奥行きが広がるんですよね、ないね、うん、倒してみます。これ寝かせるのはちょっと2段階ぐらい必要かな。これでこう、はい、こうだ、 3.7 メーターの全長でこれだけ広い荷室がね、ワンルームマンションの引っ越しぐらいだったらちょっと役立つかもしれない。全然いけちゃうでしょこれ、うん、6対4分割で収納もスライドもリクライニングもできるっていう、うん、結構高機能なリアシートついてますね、うん、まあちゃんと足元ありますよね、リアシート一番前、そうなんですよ、ね、これでもまあなんとか座れる大人、うん、普通には座れますよね、座れます。でリクライニングで、リクライニングでスライドですね。どうやってスライド、スライド、あ、これか、もう全然これ、これだけあればもう文句ない、すげえこれいやこれは大したもんだよこれ。これリクライニング70度だそうです、うん、嬉しい、これはすごいわ。あ、これこんなに倒れるんなら、うん、めっちゃ楽だよ後ろの席、うん、ね、ですよね、あ、このテーブルいいな、そうそう、テーブルもちゃんとついてる、うん、このテーブルいいな、のテーブルもちゃんとこう、うん、袋とかがね吊り下げられるようにこうフックがあって、うん、まあ、1キロまでね、左右両側についてるのがあって、うん、まあ、ドリンクホルダーもちゃんと2本あって、車体が四角いから頭上もね開放感がありますよね、うん、高いし、うんうん、いや後ろのこのリクライニングはいいよ。着座位置は少し高め、床に対してね、うんうんうん、高めで、あとインパネはまあ少し上面を低めにしてるんで開放感がある、うん、窓が大きいから眺めがいい、うん、っていうレイアウトですね。スマホも立てられる、あ、そう、そう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 、そこね、あと、あの夏とかはね、そこ飲み物さしとけば、あのエアコンの風で冷える、うん、すごくいい、そう、すごいいい、よくできてるわこれ。これ上級グレードだから皮巻きハンドルついてるし、ああ、これそう、さすが、で、ね、これを押すと周りが見えちゃう、うーん、うん、そう、なるほど、これで見えますね周りがね。あとはこれはシートヒーターもついてる、ここにシートヒーターつけました。本当だ、うん、あ、つけて、これオプション、これオプションです。ああ、なるほど、はあ、え、全部でいくらすんのこれ。全部いろいろもろもろ込みで230万。そう、最新モデルの上級仕様は、うん、電動パーキングがついてます。サイドじゃないんだね。サイド、残念ながらサイドではなくて電動ですね。これでかいんですよね、普通の3倍座よりも、うん、でかいでかい、全然でかい、天井が高いから、うん、こうね、防げる範囲を広いようにでかい3倍座がついてますね、うん、でかいでかい、うん、でもまあオーナーさんは使わないと。オーナーはね、サングラスするから、ね、サングラスするから使わない、ほ、うん、
あとは収納は、そう、収納は多いんですよこの車ね。そう、そこでゴミ箱、ゴミ箱取り外せる、でかい、うん、え、取り外せるんだっけな、取り外せます、そうね、うん、取り外せるし、ゴミ箱でかい、ペットボトル500ミリペットボトルが4本入る、でかいゴミ箱ね。スマホを置けるようなポケットがあり、あ、ここまあポケット、あの箱ティッシュを置けるトレーがあり、そのあたりの収納は抜かりない。他に面白い機能があるんで、うん、それ見てから行きましょう。そんななんだ、それはですね、ドアが面白いのがついてまして、はい、これ電動スライドドアがついてるんですよね、両側に。で降りるときにこのボタンを押すと、はい、押して降りる。で、1日やんなきゃいけないの。ボタン押すだけですから、ボタン押すだけ。ボタンで車から離れる。で離れる、これで買い物行く。うん、買い物袋を持ってきます。来ると何が起きるかっていうと、起きた起きた、鉱石が開くんです。